こんにちは、吉田さん。そして、動画をご覧の皆様。今回はね、ヒロトというね、この名前を出していこうかと思います。ヒロトっていうとね、私みたいな年代のものはあ、ブルーハーツのヒロトを思い出すと思いますけども、実は10年前、ブルーハーツのヒロトとは違って、あの20代でね、2億円を稼いだその、ヒロトっていうね、YouTube で表現活動している若者がいたわけなんですよね。 ターマンの最上階でいてちょっと表情はね私の好きな顔ではないんですけどもその先入観からしばらくねその動画を再生しなかったんですけども、まあ、一度再生して話を聞いてみるとあなかなかいろんな角度でね、うん、話されていてえとってもねあ好きだなこの考え方っていう風になったんですよねつまり見た目は気に入らないけども中身は結構気に入っちゃったみたいな感じなんですけどもその中のキーワード一つね「リビング・デッド」っていうお話をしようと思います リビングデッドっていうのは単純に言ってですね、思考停止と同じ意味なんですよ。で、それまで私はその思考停止っていう言葉をね、すごくネガティブに捉えていました。本当に何も考えずにただブラブラと生きているという形ですよね。まあ確かにそういう意味もあるんでしょうけども、もう一つね、何か本当に一点集中して作業したりとか、まあいわゆるね、自分の目標や夢に向かっていくときって、まあポジティブな思考停止になることが必要なのかなと思うんですよ。 まあ、つまりね、いちいちね、こんなことをやっても無駄になるんじゃないかなとか、これよりももっといい方法があるんじゃないかなっていうふうに、思考を巡らせて、寄り道するよりも、思考停止。とりあえず、1億の結果が出るまではこれをやるんだと。もうね、それが結果がどうとか、なんだとか考えたら、それが不安になり、恐れになり、行動活動を阻害することになるから、もういいんだと。やるんだと。これでいいんだと。いうふうなことなんですよ。で、その、 リビングデッド、思考停止の状態で、例えばね、毎日毎日自己アフィレートをやりながら、その結果を Facebook に貼っていく。反応があろうがなかろうが、それを続けていくと、最初は反応しなかった人も、だんだんと気になるようになってきて、ついにはメッセージを送ってくるようになるかなと思ってたんですよ。まあ、ですんでね、反応がなければ、反応があるまでやる。いろんな角度からアプローチする。これ、結構大事なことだと思うんですよ。 というのがね、一発で、ね、ボーンとフェイスブックに記事を貼りました。もしくはポスティングザーッとしました。それですぐ反応してくれる人ってそんなにいないと思うんですよ。ただ、目には入っているんですよね。誰かの。全員じゃなくても。で、目には入ってるんだけども、まあ、いっかと思ってやり過ごした人が、次の日も同じような記事を見ると、あれまた投稿してるなって感じなんですよ。もしくはポスティングを受けた一般家庭の人がね、くしゃくしゃぽいって捨てるじゃないですか。で、 次の日とは言えませんけども、次の瞬間またね、あ、同じの入ってるなと思ったら、くしゃくしゃくぽいってするんだけども、3度目くらいには、何が書いてるのかなって見始めるんですよね。で、だん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 発信者と受け取る人の距離が縮まっていくのではないかなと思うんですよ。それも全員ではないです。100人中、2人か3人がそうやって近づいてきてくれて、で、しまいには連絡をしてくだすみたいなね、そんな経路があると思うんですよ。で、 反応しなかった他の大半の人もずーっとやってるとさすがにねまた来てるなーみたいな感じなんですよねでだん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 来ることに慣れてきてしまいにはたまには開けてみっかってなるんですよねでそんな形じゃないかなと思うんですようーんまあですんでねリビングデッドっていう生きる屍みたいなこんなね思考停止状態のことをいいと捉えるのか悪いと捉えるのかっていうことだけでも全く進む方向が違ってくるんですよね ですんで、すあらゆる言葉を2、まあ、面性もしくは3面性以上で捉えていくっていうそんな習慣ができたかなと思いますね。まあ、ですんで多くの人が「これはチャンスがないよ」と「もうこれ終わったよオわコンだよ」って言ったら終わったものだからこそそこに何かまだ残ってるんじゃないかな絞りかすがあるんじゃないかなと思って人が離れていったものこそ行ってみるみたいなね逆張りもできると思うんですよ。で、逆に すごく入り始めて、これすごく今、評判だよ、みたいなのは、もう終わっていくんじゃないかなって考えるんですよ。だから、アフターなんとかってやつですよね。今、絶頂期にあるからこそ、終わった時のことを考えて、終わったらこれやろうよ、みたいなね。まあ、そんな形で、いつもいつも、半歩先、半歩前に、焦点をわざとずらして考えることができたりとかね、行動することができるみたいな感じですかね。まあ、それが、すごく面白いなと思ったり、そのアフィレートの時も、 あの、こういうふうに思ったんですよ。あの、私の場合はアフィリエイトで p p c っていうのもやったんですけども、セブンイレブンのクレジットカードでセブンカードっていうののね、アフィリエイトを指すときに、セブンカード、まさにセブンカードって入力したら検索結果出るじゃないですか。でも検索するときに、入力が間違えたりするんですよ。セブンカードの「ん」をね、アルファベットの「n」で売って、その後またカタカナでカードって書く場合、セブン、 n カードってなるわけですよ。でも、これも結局、そのキーワードのまま検索する人がいるんですよね。だからそこに対して、PBC で待っておけばいいわけなんですよ。そうすると、そういうふうに、ちょこっと間違えたキーワードも拾うことができるみたいなね。だから、カタカナで全部がセブンカードって書くんじゃなくて、セブン n カードっていうやつだけでも、その打ち間違えた人をこうね、取り込むことができて、他のアフィリエーターと差をつけることができるみたいなところだあると思います。その他、セブンカードの、セブンカードの最後のド、 これをですね、D で終わって、最後の O を打たないって検索、リターン、エンターを押す場合もあるんですよ。そうすると、セブンカー D っていうのも検索にかかるんですよね。で、そういう風に待ち構えてるアフィリエーターがいないので、自分だけのところにアクセスを引き込むことができるみたいな感じですかね。まあ、そんなことをね、やりながらやってましたね。だからちょっとずらすんですよね、わざと。間違えた人のために待ち構えているとか。 タイプミスの人のために待ち構えてるとか時期を間違えた人のためとかそういうふうな感じでみんながやってるちょっと横にですよねこれを例えば見るともう繁盛店はラーメン屋がありますもうラーメン屋がものすごく流行ってるんですよその横で大した味でもないラーメン屋をポンと出すとその評判のラーメン屋が集客しているおこぼりがいただけるんですよねその評判のラーメン屋で食べてる人がこっちもラーメンあるよねっていっぺん食ってみるかみたいな感じですよ で、まんまと広告費をかけずに、小判染のように、その、名店からこぼれてくるお客さんで成り立つみたいなことがあるんですよね。まあ、そんな、ちょっとずらした考え方ですか。これも、まあ、思考停止といえば思考停止になるかもしれませんけども、そういうことをね、コツコツと繰り返すことによって、まあ、アクセスは流入するのかなっていうところですよね。うんうん、まあ、そんなところですかね。 まあ、あんまりこれもう1個話すと長くなるんでやめていきましょうじゃあいってらっしゃい